始まりました。ミカササッカーナビミカサッカー、番組 MC の森光七瀬です。この番組は広島県のサッカー界を応援しようと、社会人や学生、ジュニア、キッズなど幅広いサッカーに関する情報を盛りだくさんでお届けしています。コメンテーターご紹介します。広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。今回もよろしくお願いします。はい、宗政さん、はい、まず最初の話題なんですが、以前情熱イレブンのコーナーで、ディアボロッソ広島をご紹介したんですけれども、もちろん覚えてらっしゃいますよね。覚えてないな。そんなことはないと思います。そうですよ、はい、覚えてますよ。よかったです。もちろん覚えてますよ。そのディアボロッソ広島が11月に行われた2021ブレナスなでしこリーグ2部入れ替え戦で勝ち進み、2022年度のなでしこリーグ2部への昇格が決まったということです。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったですね。ねえ、めでたいですね。大体ディアボロッソさんはまあ、Vリーグ参入を目指して、ね、もう目標を持ってやってるチームですから、まあ、当然では当然かもわからないんですけど、もうそれにしてもね、一歩ずつ上がっていかなきゃいけないんで、よかったと思いますね。嬉しいことですね。嬉しいですね。ここでなでしこリーグ2部へ昇格が決まったディアボロッソ広島の赤嶺キャプテンからコメントが届きましたので、こちらご覧ください。今シーズンの目標としていたなでしこリーグ2部に昇格することができました。今回昇格できたのも、たくさんの方々の支えや応援のおかげだと改めて実感しています。来年はさらに厳しい戦いになると思いますが、なでしこリーグ2部で上位争いできるように、これからもっと成長していきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。赤嶺キャプテンから喜びの声が届きましたけれども、やっぱりめでたいですね。おめでたいですね。よかったですね。改めてこの女子サッカーリーグについてよくわからないという方もいらっしゃると思いますので、このなでしこリーグ2部というのは具体的にどういうものなのか教えてください。2021年にウィリーグが開幕しましたね、はい、まあ、プロっていうか、それを中心にしたリーグなんですけれども、その下にね、なでしこリーグ1部、その下に2部があるんですよ。だからウィリーグ、なでしこ1部、なでしこ2部で、その下に地域リーグってあるんですね、はい、例えば北海道とか東北とか、まあ、中国もそうですよね。でそこに所属してたんですけれども、はい、今回入れ替え戦を行ってですね、なでしこの2部に昇格したということなんです。これはでもなかなかできないことですか？やっぱりある程度こう目標を持ってですね、しっかりしたチーム構成でやっぱ戦っていかないと勝てないんですよね、まあ、そういった意味でディアボロッソ広島っていうのは、初めからもうウィリーグ参入っていう目標を持ってですね、戦ってますから、まあ、そういうところがやっぱり違ったんじゃないでしょうかね。あ、じゃあこれからはまた一部さらにウィリーグと目標を重ねていくことになるんですかね。そういうことですね。まあ、でもいずれはこうウィリーグに参入してレジーナと一緒に広島の女子サッカー盛り上げてくれるんですね。まあ、そうなると盛り上がりますよね、広島も。ぜひ頑張ってほしいと思いますね。楽しみです。さあ、では今日のラインナップご紹介しましょう。サンフレッチェ広島レジーナを応援するゴーレジーナは、東京都出身の23歳ミッドフィルダーの小川愛選手にプレーの強みやプライベートについて聞いてきました。石橋かのリポーターが体当たりでサッカーに挑むかのちゃんのちょっぴりサッカー入門のコーナーは、かのちゃんが再び試合に参戦、悲願の初ゴールとなるんでしょうか。そしてなんと本人がスタジオに初登場。県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーは、2021年の全日本高等学校女子サッカー選手権大会全国大会に広島代表として出場する AICJ 高等学校女子サッカー部をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずはサンフレッチェ広島レジーナを応援するゴーレジーナのコーナーです。このコーナーでは月替わりに選手をご紹介していますが、今回ご紹介するのは東京都出身の23歳小川愛選手です。小川選手は慶応義塾大学を卒業後、2021年レジーナに加入となったんですが、生まれてすぐご家族の仕事の関係でミャンマーやナイジェリアで過ごされたということなんですよね。海外生活での様々な刺激もサッカーを志す原動力になったかもしれないですね。いろいろ経験されたんですね、海外っていう。やっぱりそれはもちろんね、現在もそうですけど、やっぱり将来的にもね、いろんなことに役立つと思うんですよね。非常にいい経験されたと思いますね。サッカーにおいてもいろんな考え方が変わったのかもしれませんね。はい、そうですね。ではインタビューご覧ください。 I met you in the morning.
ではまずサッカーを始めたきっかけから教えてください。はい、男の子たちが楽しそうにボールを蹴ってるのを見て、私もやりたいなと思って始めました。それいつですか？小学校始まる前に始めて、本格的に小学校1年生になった時にクラブチームに入れてもらって。何が一番楽しくて頑張ってました？小さい時はやっぱ点取ることかな。そこから海外も行きましたよね。はい。どこに行きましたっけ？小学4年生から6年生までベトナムに。その時サッカーはやってたんですか？そこまで英語も喋れなかったので、なかなか友達作りとかもできなかったんですけど、もうボール一つで本当にいろんな国の人と友達になることができて、改めてサッカーの魅力っていうのを感じました。でもベトナムってなんか裸足でサッカーしてる子がいたりとか、はい、個人のサッカーやってる子どもたちとちっちゃいミニゲームみたいなのをしたりとかして、そこで、まあ、初めてこう裸足でサッカーやってる子っていうのを自分の目で見て、こう何か肌で感じて、その中でも楽しそうにボール蹴ってる子どもたちを見て本当すごいなっていう風に感じました。当時は、まあ、日本だけじゃなくて海外でもそういった子どもたちに、まあ、スポーツの楽しさを教える場だったり、まあ、そういう風なサッカーを通して子どもたちと関わるってことはどういった形かまだ分かんないんですけど、やっていきたいなっていう風には思ってます。自分の強みっていうとどんなとこですか？展開だったり、ロングシュートっていうのを強みにしてプレーしてます。本当試合の中でも小川選手ボール持ったら、はい、もう左右いろんなところにボールに行くのが本当見ててワクワクなんですけど、手応えとかありますか？試合に慣れてきたかなっていう感じはあるんですけど、でもまだやっぱり課題ばっかりで、まあ、それこそもっとゴールに関わるプレーを増やしたいとか、まあ、守備でもボールを奪い切るっていうところを、まあ、課題に今やってるので、そこをもっともっと伸ばしていきたいなと思ってます。でもうまくいかない時とか、こう納得いかないことも絶対あるじゃないですか、そういう時ってどういうふうにこう気持ち奮い立たせてますか？自分の強みに変えるというか、自分のプレーの特徴が何だっけなっていうふうに、まあ、考えて、まずはできることから一つずつやっていく。うまくいかない時は絶対あるので、まあ、そういう時にこう何か自分の強みってを忘れないようにというか、そこだけを持ってまずはそこに帰って、でもそこからまた少しずつ調子戻ってきたらいろんなことにチャレンジするようにはしてます。すごい胸に響きました私にもそっか、はい、できないことじゃなくて、うん、できることに目を向ける。はい、ではちょっとプライベートなことも聞きたいんですけど、はい、海外での生活は何カ国行ったんですか？生活をしていたのはミャンマーとナイジェリアとベトナムの3カ国です。はあ、言葉は今喋れるのは授業の中にベトナム語の時間があったので、もう数を数える程度で覚えてるのはそれぐらいです。今も数はいけますか？数は数えられます。ちょっと教えてもらってもいいですか？ベトナム語。1がも、も、も、はい、ば、はい、ぼん、なん、さお、ばい、たん、ちん、むいです。数はいけるんですね。数を数えるのは何でか覚えてますこのインタビュー先月は中島由伸選手にお話を伺って、はい、でなんかチームの中で面白い選手いませんかって聞いたら、小川選手が、はい、あ、なんかちょっと真面目そうに見えるんだけど、はい、めちゃめちゃ喋りますっていう教えてもらって、はい、あ、もう余計なあとでもよく話してるんですか？あ、よく喋りますね。うんうんうん、吉野の方が変わってると思うんですけどぶりっ子です。本当に可愛く見えてぶりっ子ですさあでは最後に、子どもたち、はい、サッカー選手目指している子どもたちもたくさんいるので、はい、メッセージを、まあ、自分の目標とか、まあ、夢に向かって自分で決めた道をこう信じ続けて努力していれば必ず道は開けると思うので、これからも頑張ってほしいなって思います。普段なかなか聞くことができない貴重なエピソードをたくさん聞くことができましたね。海外生活って、うん、幼い時からそう経験するのすごいなと聞きながら思いましたが、宗像さんどうでしたか？だから長い期間に帰ってるわけでしょ、うん、まあ、私なんかも、 もう短い短期間だったらね、まあ、こう何回も行ったことありますけど、やっぱりもう海外ってやっぱり日本ではこう
常識的なことがやっぱり通用しないことってあるじゃないですか、海外では。そういうのがやっぱりサッカーでも同じように起こるんですけれども、そういうことがやっぱり今後生かされるんじゃないかなというのは思いますよね。そしてそういった違う国で言葉は分からなくてもサッカーボール一つで友達になれるっていうのがすごい素敵だな、うん、これはねやっぱりサッカーの素晴らしいところですよね。ボール一個でねいいわけですから。すごく素敵なお話を聞くことができました。これからもサンフレッチェ広島レジーナ、皆さんで応援しましょう。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流したすべては君の中にある。全部出せ、全部受け止める、共に世界へ。アルムンド、ミカサ。さあ続いては石橋かのリポーターが体当たりでサッカーを学ぶかのちゃんのちょっぴりサッカー入門のコーナーです。今日はかのちゃんこと石橋リポーターがスタジオ初出演です。わーい、こんにちはこんにちは。スタジオに登場できてとっても嬉しいです。今日はよろしくお願いします。お願いします。米正さん、はい、待望ですね。私たちずっと会いたかったですもんね。ほんのですねどっちがいいですか、スタジオとグラウンドと。どっちがいいですか、両方ですけど。この2021年ミカサッカーが誕生して、私のサッカー人生が始まったんですが、ミカサさんをはじめ広島県サッカー協会の皆さん、また関係者の皆さん、いつも大変お世話になっております。すごい固い、ね、固い挨拶がありましたよね。すごい固い挨拶です ね、ここに感謝申し上げます。すごいですね何かお力添えすることがあれば、お仕事できればと思いますので。始まるんですか、何か。なんか何なんでしょうか、はい、でも普段私たちはその VTR を見て、で宗正さんがすごい丁寧なアドバイスを本社に送ってたと思うんですけど、それはちょっとですけどね。いや丁寧なアドバイスですけど、それは見てましたか。もちろんです。今日直接そのアドバイスを聞くのでちょっと緊張してますし、よく言いますわ辛口コメントがちょっと怖いですねでも今日すごい笑顔ですもんね。いつも笑顔ですちょっと楽しみにしてます、それではかのちゃんのちょっぴりサッカー入門ご覧ください。こんにちは、石橋さん。こんにちはまたサッカーの日がやってきましたやってきちゃいましたねはい、前回は、ドリブルを練習するというところで、やってこられましたか。もちろんでございます。もちろん、はい、もう寒かったんですけど、もうたくさん練習してきました。なるほど、ポイントは何でしたかねポイントは、止めて蹴るじゃなくて、こう置きながら、置くように、添えるように蹴る、背筋を伸ばして、ボールの真横に立つでしたよね。ボールの真横に立つ、ポイントちょっと難しいですねで今日こそは、そのドリブルを実際ゲームでね、どんだけ使えるかっていうところを、試してチャレンジしてみてもらえたらと思います。そうですね、ドリブルももちろんですし、前々からやっている止めて蹴るとドリブルコンボで頑張ります。あ、ちょっとゴールですね、あと。そうですね、もちろん、もうね、念願のゴールが今日見れるのかなっていう感じです。動きとかはこう動いたらいいとかあります。とこうやって敵がこうやってパンクついてる、ずっと疲れとったらボールすぐ取られる、ね、取られる、ね、そういう場合はいやここにあった時にさっきの動きで一遍こっちにやって蹴れる時にサッと動いて、そこからおおあ、なるほど。じゃ結構じゃあ俊敏な動きがいますね。ちょっとこうフェイントをかけてスペースを空けたところで蹴るってことですね。
お願いします。何今のオフサイド、オフサイド。いやちょっとなしです。あ、しまったしまった、気持ちが出ちゃう。おかげでございます。いいとこにいました。頑張ってました、とても。ついにあの夏から始まった私のサッカー物語ですが、初ゴールを決めました。やったもうやっぱゴール決めると嬉しいですね。ですよね、楽しさが倍増しますよね。そうです、もう暑いし、もう気持ちもすっごいハッピーです。嬉しい、はいですね。試合内容もあの止めて蹴るだったりドリブルも、はい、挑戦されてたので、でプラスゴールも決めれたというところで、はい、とても良かったと思います。嬉しい、もうちょっと食べた感じ、ありがとうございました。ということで、はい、次回は、はい、まあ、ずっと今攻撃とかこうボール運ぶってこともやったので、今度はちょっと守備の方にも目を向けてみたいなと、はい、私性格的には守備の方が向いてるとか言ってましたよね。おそらく言ってたと思います。なのですごくちょっと楽しみです。では、今日は、最後にあいうえお作文で終わりたいと思います。知ってますか、あいうえお作文。知ってます、知ってます。あみたいな、愛とはみたいなのですよね。ですよね。はい、早速じゃあお題を出したいと思います。はい、テーマはゴールです。ゴール、さあどうぞ。5 5 5、行くぞ。ルールにのっとって、VTR すごい終わり方でしたけれども、宗政さんは VTR 中もかのちゃんにいろんな指導をされてましたね。すごいですね、はい、具体的になんか気づいたことありました？いやまあでもね、ゴールできたのは非常にいいじゃないですか。待望の念願の、皆さんきっと待ってましたよね。これね、嬉しいんですよ、やっぱり得点した時っていうのは。あ、やっぱり気持ちが違いますか。得点した人じゃないとやっぱ分からないですね。すごく嬉しいですよ。嬉しい。もっともっとこう上達するために、あとどんなことを頑張ったらいいですか。なんかゴールであとのこと全部吹っ飛んでましたね。その後はね、なんかいつものかのちゃんに戻ってましたね。やっぱりね、もっとボールとやっぱり友達にならないといけないですね。ボールと友達、もっと仲良くしないと。仲悪いでしょまだ。いや、でもちょっと同じクラスメートぐらいには、同じクラスの、まあ仲良くない、まあ、最初に比べたらね、やっぱりね、陰で練習してるんですか。あ、してます、してますよ。してる。あ、はい。私はしてませんよって感じしますけど、してるんですよ、やっぱり。そうですね、公園でこの前、やりましたよ。確実にやっぱりね、上手になってると思うんですよ。でもやっぱりもっともっとやっぱり上手にならなきゃいけないんで、もっとやっぱりボールに触る回数を増やしたらいいですね。ドリブルにしてもいいし、パスでもいいし、ボールもう触った回数だけですよ、上手くなるのは。じゃその積み重ね、積み重ねですが結果になるんですね。もう常にボール、まあ、ボールと一緒に寝てください。抱きながらですか。いや足で。足で。常に足でね、こうボールを触るような習慣づけをしないと、もう体の一部になるような感じですね。でも次は守備ということで、また違った要素がいっぱいあるんじゃないですかね。
守備得意なんですかね。ね、得意っていうことですね。やっぱこう守備や、まあ、ドリブル、蹴る、こう選択肢を増やして、うん、こうサッカースキルを上げていきたいんです。楽しみですね。そうですね。でも今日もゴールがあったんで一歩前進しましたから。前進、超前進。やっぱりこれ結果が出ないとね、次にやっぱりいけないですから。ゴールできたってことはすごい良かったと思います。ね、また次もきっと守備もうまくいくんじゃないでしょうか。行きます、行きます。絶対行きます。楽しみ。ここまでかのちゃんのちょっぴりサッカー入門のコーナーでした。せっかくなのでかのちゃんには番組の最後までお付き合いいただきます。はい。みかんサッカー。続いては県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回は2021年度の全日本高等学校女子サッカー選手権大会広島県大会で優勝し、広島代表として全国大会へ出場する AICJ 高等学校女子サッカー部をご紹介します。今年こそは必ず勝って全国制覇に向けて頑張っていきたいと思います。このメンバーで日本一を取りたいです。絶対に日本一を取りたいと思います。今年こそは41人全員で全国大会優勝したいです。では個の育成をモットーにして、指導しておりますので、まあ、サッカーの本質的なところであるボールを止める、蹴る、そして運ぶ、そして相手を外すという動きの練習を、まあ、毎日、30分ぐらいはやってます、まあ、常に主導権を握った、サッカーをしたいので常にボールを保持して相手が何を仕掛けてくるかっていうのも観察をしながら、まあ、駆け引きもしっかり入れながら攻撃的なサッカーっていうのが我々の目指すサッカースタイルです、はい。背番号1番富永あかぼです。私の得意なプレーはシュートストップや1対1の対応が得意です。サッカーの楽しいところは11人全員でつないだボールでゴールを目指すところです。背番号3番小田心です。私の得意なプレーは相手のパスを予測してインターセプトするところです。サッカーの楽しいところは自分のクロスで綺麗に点が決まるところです。背番号4番の松川あずみです。私の得意なプレーはビルドアップです。相手の逆をついたパスができた時はすごく嬉しいからです。サッカーの楽しいところは誰かがミスをしてもみんなが助けてくれるところです。背番号5番の中谷夏希です。私の得意なプレーは、サイドからドリブルで切り込んでクロスを上げるプレーです。サッカーの好きなところはサッカーを始めて今のメンバーに出会えたことです。6番の正岡奈々子です。私の得意なプレーはサイドバックから背後に駆け上がるオーバーラップです。サッカーの好きなところは個人プレーではなくチームプレーなので点を決めた時などに嬉しさや楽しさをみんなに共有できることです。背番号7番上野沙耶です。私の得意なプレーは持ち前のスタミナと前への推進力を生かしたドリブル突破で得点に絡むことです。サッカーの好きなところはサッカーを通して出会った仲間たちが私に努力するきっかけを与えてくれたことです。
背番号8番桜田舞です。私の得意なプレーは粘り強さを生かした1対1の守備と左足のセンタリングです。サッカーの魅力は他の競技と比べてあまり得点が動くスポーツではないので、11人でつないだパスがゴールネットを揺らした瞬間はとても嬉しいです。背番号9番坂本葵です。私の得意なプレーは170センチという身長を生かしたヘディングからの攻撃です。サッカーの楽しいところは相手によってさまざまな戦術があり、どんなに強い相手であっても工夫をすればジャイアントキリングを起こせるところです。10番岸波美幸です。私の得意なプレーは対人での守備の粘り強さと競り合いの強さです。サッカーの楽しいところは負けず嫌いの私をプレーで表現できるところです。背番号12番の江藤結衣です。私の得意なプレーはスピードを武器に持っているので、スピードを生かした縦突破のドリブルです。サッカーの楽しいところはチームメイトとアイデアを共有して堅い守備を崩していくところです。13番の鶴岡茜です。私の得意なことはたくさんのポジションをこなせるところです。サッカーは足でボールを扱うのでミスが多いスポーツですが、だからこそたくさんの戦術があって、たとえ相手の方が体格や技術が上でもジャイアントキリングを起こせるところです。背番号11番の引田修香です。私の得意なプレーはボランチでボールを持った時に矢印を変えて相手の逆を突くパスを出すことです。サッカーの楽しいところは点が入った時に仲間と喜びを分かち合える瞬間や、日々の練習の成果が試合で出した時にサッカーの楽しさを実感します。選手の皆さんの笑顔がとっても印象的で、なんかいい雰囲気でサッカーができているんだなというのを感じました。そしてかのちゃんは実際に現地でインタビュアーとして取材に行ったんですよね。はい、行きました。あの選手同士がすごく仲いいなって思いましたし、選手と監督もすごく仲がいいんですよ。で、あの優勝、全国大会に優勝したら、あの監督を胴上げしたいって言ってて、父と娘みたいな関係で素敵でした。いや、これは大切なことですよ。その全日本高等学校女子サッカー選手権大会の全国大会で活躍が注目される AICJ 高校ですが、初戦は2022年1月3日山梨県代表の帝京第三高校と対戦するということです。さあ、今回が2021年の最後の収録になったんですけれども、この2021年はミカサッカーが始まったということで、宗政さんやかのちゃん、いろんな人との出会いがあった1年だなと感じました。宗政さんはどうですか？そうですね、まあ、あの本当ミカサッカー始まってね、よかったと思いますけど、まあ、全体として言えばやっぱり2021年度はあまりこうやりたいことができなかったなっていうのがありますね。やっぱりコロナの影響でやっぱりこう行動が制約されてたというかですね、2022年度はどんなことやりたいですね。サッカーもやりたいな。はい、まあ、長く、うん、そうそう、プでやっぱり長いことやってないんで、ぜひ自分がプレーをしたいなという気持ちはありますね。そして今日スタジオ初出演のかのちゃんはどんな年でしたか？2021年ミカサッカーが誕生して私のサッカー人生が始まったんですが、2022年は履歴書の特技にサッカーと書けるように、だって今回初ゴールも決めました。着実に成長してますから、宗政さん的にどうでしょう？いやいやいや、それ素晴らしいですね。苦笑い。素晴らしい目標ですね。ぜひ実現してもらいたいですよね。楽しみにしておきましょう。ということで今日は3人でお送りしてきましたミカサッカーですが、最後のポーズも3人で決めましょうかね。では2021年最後の収録ということで、3人でミカサッカーポーズで終わろうと思います。せーの、ミカサッカー。ありがとうございました。バイバーイ。